帯で震度6強を観測いたしました。道内で震度6強を観測したのは気象台が1996年に震度計で地震の観測を始めて以来初めてのことになります。新千歳空港では震度6弱、札幌市北区や苫小牧、江別などでは震度5強を観測いたしました。震源は胆振地方中東部で深さはおよそ40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.7 と推定されています。この地震で厚真町、朝日地区、吉野地区、三郷地区で土砂崩れが起きました。吉野地区では住宅が流されて少なくとも5人が生き埋めになっているほか、およそ20人の安否が不明になっています。吉野地区では住宅が流され少なくとも5人が生き埋めになっているほか、およそ20人の安否が不明になっています。また震度6強の安平町では町内の多くの建物が損壊をしました、壊れました。震度6強の安平町では町内の多くの建物が壊れています。道警の道内の警察総合によりますと、これまでに少なくとも67人が怪我をしています。道内の警察総合によりますと、これまでに少なくとも67人が怪我をしています。この先左折専用レーンがあります。今入ってくる情報をお伝えいたしました。旭川のカツドンさんからメールが届きました。旭川は電気以外のライフラインは使えます。安平町に住む82歳のおばとは幸いに連絡は取れましたが、家の中がごちゃごちゃになっているそうです。今からでも車で行きたいのですが、停電の影響です。